冷たい。おはようございます。今ね、僕は白木峰の登山道に来てます。結構ね、日の出と同時くらいに登山し始めたんで、まあ眠たい。一応ね、今日の天気は午前中の方は晴れっていうことに、今回初めてね、わらあちで登山するんですけど、こういったね、ちょっとした水たまり、うわ冷た。いやまあね、こういったのもわらあちの良さだと思うんでね、全然足元は寒いなという感じはしないですね。ようやく登山道、わらあちの本領発揮かな。風が強い。あと結構直通ルートなんでね、急登が多いですね。うわ風が。今調べてみたら風速が11メーター、12、3メーターあったんで、これは強いよな。白木峰のこの先に駐車場があるみたいなんですけど、とりあえずここまで行って今日は引き返しますか。風がすごい。なんか駐車場まで来たらちょっと風がなんか落ち着いてきたなっていう感じがしたので、まだ少し登ってみようかな。あとね、なんか木道が用意されてたんで登りやすい、ありがたい。今おそらく標高1200〜1300メーターまで来たんですけど、雪がねまだ残ってますね。ところどころね、可愛らしい吹の塔が生えてます。でわらあちね、結構ありかもしれん。よっしゃ、分岐に至るとこまで来ました。マジか。うわああ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 あ、冷てえ。うわああ、気持ちいい。うわうわ、あ気持ちいい。やっぱ風が強い。うわうわあうわあ、あっち冷たい。だいぶ開けたところに来ました。風はね、やっぱ強いですね。でも景色がいい。あれかな、白木峰の避難小屋が見えますね。いやだいぶ来たな。山頂まではあと少しなんで、とりあえず山頂までは目指したいけど、ずっと雪が続くようやじゃ、さすがにわらあちきっつ。まあ雪あるやろうな、分かっとったんですけど、まあ想像通り。やっぱ雪の上の雪上わらあちはきつい。まあでもこっからはなんか木道っぽいんでね、だいぶ楽に山頂まで行けるんじゃないかなと思います。白木峰山頂到着。はい、じゃあみんなで帰ります。
はい、だいたい下山してきました。今回ね、わらあちで白木峰登ってみましたけど、登りはねすごい調子良かったんですよ。いや、めっちゃ気持ちいいなと思っとったんですよ。素足でやっぱ山登るってね、素足の感覚、登山靴履いとったらなかなか味わえない感覚じゃないですか。登りはね、まあ雪道、登りでね、雪道は結構やっぱまあ案の定というか、もう想像通りですよね。結構きつかったんですけど、まあ何よりも雪道もきつかったんですけど、下山ですね。今回ね、登った山が落ち葉とかの多い山で、まだ下がふかふかだったんで全然下山できたんですけど、下がね、ガレ場でちょっと岩とかが多いような場所だったら、わらあちで登るの、いや、わらあちで下山するの結構きついんじゃないかなと思うんですよね。で、これね、ソールが厚さ何ミリかな、7ミリとかそんなものしかないんで、結構下のガタガタとかよく拾うんですよね。ちょっとした小石やちょっとした根っこの出とかもすごくよく感じるんで、やっぱガレ場みたいな岩、ね、細かい石が多いようなところも全部伝わってくるんですよ。そういうところをどう乗り越えていくか、どう下山していくかっていうところがちょっと難しいなと思ったところですかね。で、一応怪我とかはねしてないんですけど、怪我とかはねしてないんですけど、でもなんか左足の親指が筋肉痛のような痛みがありますね。まあ普段使ってない筋肉をふんだんに使ったからかなと思います。